ご覧の皆さんこんこにちは三です前回、あの時事通信の世論調査で、内閣支持率も自民党支持率も20%前後に落ち込んでいるとで、もはや岸田総理大臣は解散・総選挙なんか打てないと、まあ、実際、年内はやらないで先送りになってるんですけど、でこれ、なんでかというと、まあ、要は国民が貧乏になっててるからですね。 実質賃金18ヶ月連続で下がり続けていると。これがですね、日本の実質賃金指数の推移なんですけど、すごいですね。あの一番上の線がゼロね、これ。<笑>,笑いたくないんだけど。だからゼロを超えた時がないというですね。いう状況です。まあ過去18ヶ月間。で、これ起こるの無理ないと思ったででょう。思ったかもしれないんだけど、実は、バブル崩壊後のデータを見ると、実質賃金が、 18か月とかそれ以上の長さで連続して落ち続けるってことはですね日本は何度も経験してるんですよこれが私もびっくりしましたけどこれ日本の実質賃金指数の推移ですでこれは真ん中がゼロなんですけどねこの赤い網,網かけがかかってるとこというのがまあ実質賃金がめちゃくちゃ下がってる時ですね1回目が97年の 橋本緊縮財政、消費税増税、公共投資削減、財政構造改革法成立、うんぬんかんぬんで、緊縮財政始めてデフレ化した時二回目が小泉政権になって、それでスーパー緊縮、特に公共投資関連、始めた時で、三つ目が、左から三つ目がリーマンショック、まあこれはわかりますよね。四つ目が安倍政権の消費税増税、2014年の消費税増税以降、そして現代なんですよね。現代。ということで、 実は、バブル崩壊後に日本は5回、GC 賃金がずっと下がり続けるという地獄を経験してました。ちなみに、あの、長期で言うと、97年、橋本政権の時がピークで、そこから15%落ちました。落ちましたが、ずっと連続して落ち続けてるわけじゃなくて、たまに戻す時もあるんですよね。反動とかで。昨年の GC 賃金落ちすぎちゃったから、今年上がったってこともあるわけですよ。時々ね。リーマンショックの後なんか典型ですけど。はい。ただ、まあ、 やっぱり下落し続ける時期の方が多い。しかも連続で下落し続ける時期があるということです。だからリーマンショックとか、あるいは安倍政権の消費税増税後の実質賃金の下落って、今よりも長かったんですよね。長く続いた。でもここまでですね、ここまで、特に安倍政権の時ですね、ここまで総理大臣が攻撃されることはちょっと記憶にないです。実質賃金の下落、つまり貧困化が理由で。で、これなんでなのかなということですね。 実はですね、実質賃金って、要は物価の上昇と賃金の上昇を比べて出すんですけど、まあ一つのパターンとして、まあ今がそうなんだけど、物価の上昇に賃金の上昇が追いついてないというケース。これは、まあ今がそうだけど、まさに実質賃金が下落します。名目の給料増えてんだけど、それ以上に物価が上がっちゃってるから、 賃金水準が、実質賃金が下がっていくというパターンですね。まあ、これ分かりやすいわけ。これ分かりやすい。でも、もう一パターンある、もう一パターンあるんですよ <coughs>。あの、物価下がってんだけど、それ以上のペースで給料が落ちていくケース。これも実質賃金の下落になるでしょ。そう。そんなことがあるのか。いや、ずっとそうだったんだよ、日本は。これが日本の消費者物価指数と <coughs> 現金給与総額で見た賃金。 です。青いのが賃金ですね。赤が消費者物価指数ですけど、97年、97年以降見ていただくと、その、確かに給与総額ドンドンドーンと落ちていってるわけですよ。落ちていってる。でも物価も下がっていってるんですよね。物価も下がっていってる。デフレになっちゃったから、はい。ただし、その物価の下落を上回るペースで賃金水準が落ちたからこれ実施賃金が下落したんだけどね。同じことが、えー、 リーマンショックの時もそうですね。小泉緊縮財政の時もそうです。つまり何を言いたいかというとね、あの前,前期の3期、つまり、えー、橋本緊縮財政、小泉緊縮財政、リーマンショック。この3回の実施賃金の下落局面では、物価は上がってないんですよ。これ重要。物価下がっていったんですよね。物価下がってった。でもそれ以上に賃金が落ちてるから、 だから実質賃金は下がるんでしょ下がって貧困化してんだけど我々の肌感覚生活感覚としてでしょ例えば毎日スーパーに行くじゃないですか買い物するでしょ私も買い物すごくしますけどねはいその時にあれ値段上がってるという経験はしなかったんですよ当時の日本人ははいだから給料下がっていってるんだけどもなんか物価が上がってないから なん,かなんかだろうな、実質賃金実は下がってるんですよ。下がってるんだけど、それほど実感として貧困化してる、辛いっていうような感覚は、今よりなかったんですよね。今よりはなかったと思う。それがですね、もう一回見ますけど、えー、安倍政権の <coughs>、あの、消費税増税以降ですね、物価ボンと上がりましたでしょ、と。はい。まあ、これは、それは小売業者が転嫁するからだけど、でも給料上がらないんで、実質賃金は下落しました。 で、さらに、ロシア、<laughs> すみません。ロシア・ウクライナ戦争以降、ボーンで物価が上がりましたね。そうした物価が。まあ、これ輸入物価上昇に起因してんだけど。で、確かに給料多少増えましたよ。なんか30年ぶりの賃上げだ、うんぬんかんの言ってんだけど。で、も、でも、それ以上のペースで物価が上がってしまうから実質賃金が下落してってるわけです。で、 <laughs> これどうなんでしょうね皆さん生活しててまあ給料下がってるっていうのはまあ確かに辛いですよ手持ちのお金がないんだけどないからでもなんかお店行ってあなんか価格安くなってってるとなるとなんか和らげられません <laughs> 和らげらげれません苦しみがところが今そうじゃないですよね逆に給料は曲がってる人多いんでしょ多分少なくかも上場企業とか上げてるから中小はちょっと投げられてないかもしれないんだけど その状況でお店に行くとバン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 と物価が上がっていくのを毎日経験してるんですよ我々。毎日経験してるのね。ということはですねあの貧困化自分が貧しくなってってる苦しくなってってるっていうそのインプットは多分現在がピークなんですよね。これから下がるわけじゃないんだけどちなみにこれから下がるわけじゃないんだけど過去5回まあ今含めると5回の実施賃金下落局面やりましたけど その目の前でバーン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 って物価が上がっていくっていうのを我々が毎日目撃しているってパターンは多分初めてなんじゃないかなと。まあ、消費税存在の時も安倍政権のね消費税存在の時もそうなったと思うんだけど私はあの時あんまり物価が上がってるなっていうイメージなかったんですよね。イメージなかった、はい。でも今回の方がひどい。今回の方がひどいですよということで。しかもこれね、今の消費者物価指数って3%ぐらいなんですよ。3%ぐらいなんだけど これ、これでもこれでも政府は、えー、電気、ガス、あとガソリンに対して補助金出して1%ぐらい物価上昇率を落としこあのお、あの、抑えてます。だからもしあの補助金なくなってたらですね、4%ですね。物価上昇率が。で、これ消費税増税の時って、すぐ落ち着いたんですよ。すぐ落ち着いた。なぜかというと、2014年度に上がるじゃないですか。ボーンと。で、 でもおかげで需要がなくなってしまってみんな買えなくなっちゃったからすぐまたデフレだから1年後には終わって今度は下落の局面に入っていったんですよ。はい。消費者物価、あの特にコアコア CPI が。それはそうなりますよね。1年前と比べて何パーセント上がりました、下がりましたって話だから。はい、だから1年前上がったんだけど、あの、需要がなくなったから結局値下げせゼロになくなっていってそれで価格は落ち着いていったわけなんですね。で今回そうならないってみんな分かってるんですよね、はい。これからもずっと インフレが続くんだろうなという,そう、今まで過去30年日本人が感じたことないような、そういう感覚が私たちの中にこう染み入ってきてる状況です。で、実際も,もう現実問題として、スーパーに行くたびに値上げとか、あるいはステルス値上げね、中身なくなってるとか、すごいですね。私なんか、超びっくりしたんですけど、スーパーマーケット行って酒とば買おうと思ったら600円。はい。600円。 いや三四3、400円くらいじゃないのってこうイメージだったんですけどね。ああいうおつまみって。600円と。で、他のも上がってるんでしょ、多分。あ私は酒とバいっぱい買うからそれしかわかんないんだけど。それを肌感覚じゃないですよね。あの、目の情報としてバーンバーンってインプットされてってるんですよね。ということで、多分過去30年の中で、実質賃金下がった局面、まあ連続で下がった局面、5回ありましたけど、今が一番自分が貧困化してるという印象を日本国民は植え付けられてるんだと思います。スーパーに行くたびに感じると。 あるるいいはコンビニにに行くために感じるという状況ですだから、まあ、実質賃金下落18か月連続というのはこれ大変な話なんだよ、大変な話なんだけど、今までだって5回4回もあったにもかかわらず、今回ほど内閣支持率に打撃を与えたケースないもん。はい、だからそだ、それはなんでかというと、一、まあ、つはだから、過去,、まあ過去の前,前半の3回ね3回の部下実質賃金下落局面は、物価上がらなかったからと。 安倍政権の時は上がったけど、1年で終わったからと、物価上昇が。今回は上がって、かつ続くというのがみんな分かってるわけだから。だから、その中で給料が全然伸びが追いつかないとなると、攻撃が岸田総理大臣に行くという構造になってるんですね。はい。いや結局あれかと思った。だから、まあいろいろ支持率下げるために頑張ってきましたけど、一番強烈に聞いたのは、 輸入物価上昇に起因するコストプッシュ型インフレだったんだなと思ってなんか虚しくなるんですけども外部要因じゃないかとはいでもまあこれが現実なんでしょうはいということであの今回のインフレっていうのはですね続きますからね続きますエコノミストさんなんかでは今の,のインフレ率3%ね3%のインフレを牽引しているのは食料だから食料なんですよ食料9%上がってるの1年前と比べてはいだからこれはでも外国の穀物価格も落ち着いてきたし 政府も小麦の売り渡し価格を下げたから、久々に下げたから、これは下がっていくんじゃないかと、だから、消費者物価指数の上昇率の厳密には、このインフレ率がだんだんゼロに近づいていくんじゃないかと思うかもしれないんですけど、ちょっと2つ要因があるのね、1つ目は日本政府ってバカだから、ちょっと消費者物価の上昇率が下がったら、あでもガソリンとか電気とか、ガスに対する補助やめていいよねと、実際出口戦略とか言い出してるからね。 それやめたた途端に1ボーンって上がりますます、はい、でもそれよりもっと重要なのはですね来年24年問題が4月に勃発しますよね、はい、で残業規制ですと残業規制強化されてみんな働けなくなるんですよね特に運送であったり土木建築であったりあるいは医療とか介護とかタクシー運転あ,のあるいはその、えー、バスのドライバーさんとかみんなこれが適用になっちゃうとすると人手不足は確実に深刻化するじゃないですか。 その時にどうなのかなと。で、佐川急便はですね、もうすでに値上げを決定してます。はい。えー、いいんだよ、それで、ね。で、その値上げして、お金をちゃんと獲得、資金獲得した上で何やるかというと、人材の獲得ですね。要は給料を上げるわけです。給料を上げて、あの、やめないでくれって感じでやると。それしかないですよ、現実問題。現実問題。となるとですね、要は、その人手不足の問題、あるいは24年問題によってですね、えっと、製品の価格が、 上げざるを得ないっていう状況にもう入ってんだけどね。さらに突っ込んでいくんだろうなって考えたときに、これインフレ率は下がらんでしょう。私そんな激しいインフレになるとは思わないよ。思わないけど、あの、例えば安倍政権期みたいに高こは CPI でマイナスになるってことはもうないんじゃないかなと思うんですね。はい。その理由はまあそういう話ね。 まだエネルギーの問題と、あと人手の問題というのがあって、それで24年問題でわざ,わざわざ人手不足を加速しようとしてるからね、政府何考えてんだと。何考えてんだと。いう話です。ということで 3,、3、4%のインフレが続くと、あの消費者、これね、消費者物価の話。いつもはコアコア CPI で話すんだけど、あれインフレデフレの、要は需要不足、需要不足じゃないを見るために、コアコア CPI 使ってるけど、今これは生活の肌感覚の話だから、CPI。消費者物価指数全体で見てますよ。だから3 4、4%でこう、続くんだろうなと。 思った時にですね、大変な問題が <laughs> これから起こってくるんです。もう起こってるんだけど。